セグン・トリオラはナイジェリアの卓球選手。身長 182cm、体重 63kg。2009年1月時点で世界ランクは56位。ナイジェリアのイロリン出身。17歳の頃から国際大会に出場し始め、1995年にジンバブエで行われたアフリカンゲームズでシングルス、ダブルス、団体で優勝し3冠達成。 1999年の同大会ではさらに混合ダブルスのタイトルも加わって4冠を達成した。ITTF プロツアーには普段は参加しないものの、2008年のドイツオープンではシングルスでベスト16に入った。若い頃は世界選手権などでは大した成績を残せなかったが、当時からアフリカでは圧倒的な強さを発揮。1998年と2002年の アフリカ選手権ではシングルスで優勝し2連覇している。しかし近年は世界選手権やワールドカップといった大会で格上の選手をたびたび破るなどアフリカのみならず世界的にも活躍している。コモンウェルスゲームズにも出場経験があり2002年のマンチェスター大会ではシングルスで優勝している。オリンピックにはバルセロナオリンピック、アトランタオリンピック、 シドニーオリンピック、アテネオリンピック、北京オリンピック、ロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピックの7度出場している。特に北京五輪ではシングルスでセーブに勝ち、コーナーを銀とセットオールまでも連れ込む激戦を繰り広げるなど活躍した。黒人特有のしなやかさと力強さを合わせ持っており、黒人プレイヤー独特のリズムと恵まれたスピードを活かした中。 工人での粘りが特徴。ぎごちないフォアハンドを補って、あまりあるストライクゾーンの広いバックハンドが吹き。ありがとうございます。